それから半世紀以上経ちました2010年であります。さまざまな記録があります。そんな中、私は本田賞を持って世界最大の獲得、それはまさにその技術が認されようということになっているわけであります。さあ、現在このスタートラインを越えたのは、バージョン10ということになります。そして続いて、バージョン C の青いビート、19台のマシンがこのラインを越えていきました。さあ、そんな中、先頭のマシンでありますが、黄色いビートが最終コーナーを立ち上がって、いよいよ、メインスタンドにやってこいよということになってまいりました。世界記録の達成瞬間まであとわずかとなってまいりました。黄色いビートであります。イタリアを残したビートの姿も、レーシングモデハイをしてある湿ったビートの姿も見えます。あ、これはすごい、世界最大のパレードということになっております。第1コーナーに戦った、
ついに大竹本店としてもこれだけ同一回数同じ車種でレコードコーナーが集まることは全くない。生前の50代から60代のコーナーの車が集まるだけということであります。まさにここに集まっている本当の皆さんは世界一になります。そしてこの前に世界一で幸せな車が集まるであります。私もモータースポーツフルマシンを入れてみてまいりましたけども、世界記録が達成されるというのはまさに初めてであります。ギネスにこの瞬間が今近づいてまいります。さあ、あと直線距離 200m から 300m 走り切ると世界記録達成ということになります。さあ、ギネスワールドレコードの石川さんも目を光らせて、いよいよ世界記録達成であります。はい、では直線の距離を出すので進行を進めましょう。皆さん達成いたしました。